おい、何隠れてんだ？俺だよ。俺。久しぶりじゃねえか。元気してたか？嬉しいな。またお前に会うことができて。おい、これどこ行くんだ？せっかくまた会えたんだ。仲良くしようぜ。久しぶりに来るか。お前の本当のお家。たまんねえな。お前のその顔。いつ見てもゾワゾワするよ。なあ、またたくさん可愛がってやるからさ、俺から離れんじゃねえよ。わかってんのかお前。俺がお前をこうやってもう一回見つけるのにどんだけ時間かかったと思ってんだ。なんだお前それ、何つけてんだその首は。彼氏でもできたのか？じゃあ紹介してくれよ。俺に。今紹介してくれ。俺に合わせろ。俺が確かめてやるよ。本当にお前にふさわしい相手かどうか。俺よりもふさわしい相手かどうか。確かめてやるよ。また逃げんの？懐かしいな、この感触。どうした？立てよ。立てなくなったか？ほら、久しぶりにちゃんと顔見せてみろよ。こうやって、昔はよく、しゃがんでるお前の顎を上げて、キスしてやったよな。たくさんたくさん、俺の言ったことを我慢したご褒美として、キスしてやったよな。寂しかったよ。俺は寂しかったぜ。あれからどれくらい時間経ったんだろうな。お前がいなくなった後も、俺はずっとお前のことを思ってたよ。なあ。やっと会えた。やっと。やっと会えた。お前も、随分でかくなったよな。背も伸びたんじゃねえか？俺がこんなでかくなってんだ。当然か。つうか、よくお前のこと抱きしめたよな。なあ、教えてくれないか？どうして急にいなくなったんだ？俺の元から。せめて何か言ってほしかったな。どうして何も言わずにいなくなるんだよ。約束したじゃねえか。
将来結婚しようねって。あんなたくさん約束したじゃねえか。断んなかったじゃん、お前。毎日毎日抱きしめてあげて、いつもお前のことを一番に思って。お前が悩んでて辛い時は、毎日そばにいてあげただろ。あんなに愛情注いであげたのになんで裏切るんだよ。親の仕事の都合？親の仕事の都合だからいなくなる前に何も言わねえのか？あ？もう一遍言ってみるか？今の言葉。何でもいいわ。あれから相当な時が経ったけど、お前が俺から逃げようが、お前が俺のことを嫌いだろうが、こうしてまた出会うことができた。神様に感謝しようぜ。俺から顔を背けんな。俺はな、この先一生、お前以外の女を愛すつもりはねえんだよ。悪いな。だからお前も俺を愛せよ。黙って俺だけ愛してろよ。楽しいぞ。俺と一緒にいた方が。だからそんなネックレス捨てちまえよ。お前のために準備してやるぞ。新しいやつ。ほらよ。なんだ。覚えてんのか？俺がお前に昔、プレゼントしたネックレス。お前がいなくなる前に置いてった。あのネックレス。今日までずっと取っておいたぜ。なあ、わかるか？今俺がどんだけワクワクしてるか。わかるか？ずーっと、この瞬間を、待ってたんだよ。俺は、ずーっと待ってた。このネックレスをつけたお前が、再び俺の元に戻ってくるのを待ってたんだよ。やべえ。嬉しくて手が震えてきた。お前にもう一度触れることが、どれだけ俺が望んでいたことか、お前にはわかんないだろう。わかんなくていいんだよ。俺はお前のぬくもりにもう一度触れたかっただけだよ。俺たちもガキじゃねえんだ。わかってるよな。お前がこの後何されるか。俺がお前に何を望むか。さ、行こうか。素敵な再会に乾杯でもしようぜ。おっと。大声出すなよ。お前の身元は割れてんだよ。どこに住んでんのかもわかってる。職場まで、全部調べはついてんだよ。立てねえなら、俺が抱いてってやるよ。お前の本当のお家まで。
ほら、俺に体預けろ。安心しろ。悪いよりはしねえよ。俺はただ、お前にそばにいてほしいだけだよ。